ダンボ地区の風景。背景はブルックリン橋とマンハッタン。ダンボはダウンアンダーザ・マンハッタン・ブリッジ・オーバーパスのアクロニムに由来するニューヨーク市ブルックリン区の近隣地区の一つ。この地区は2つの外区にまたがっており、一つはいずれもブルックリンからマンハッタンへイースト側にかかる橋であるマンハッタン橋とブルックリン橋に挟まれた外区であり、もう一つは マンハッタン橋から東へ、ビネガーヒル方面へと続く街区である。この近隣地区は、ブルックリン区第2地域委員会に属している。1890年代には、この近隣地区の西半分は、ブルックリン橋の開通以前にマンハッタン島との渡し船フルトンフェリーの船着き場があったことに由来する、フルトンランディング渡し船フルトンフェリーの船着き場があったことによる故障として知られていた。 当時は、主に工業地帯であり、倉庫や、機械製造、紙箱製造の工場のほか、ブリロの石鹸入り食器洗いパッドの工場などがあった。この地区はまた、ラペリー、オリンピア、ゲアビル、ウォレンタスビルなど、様々な故障でも知られていた。厚紙による紙箱は、ワシントン通りにあるロバートゲアビルディングで発明されたが、この建物は現在は、エッツが使用している。 製造業の空洞化を契機として、この地区はもっぱら住宅地区へと変貌し始め、1970年代後半には、比較的安価なロフトアパートメントに、スタジオや住居を求め、主として芸術家や資産形成を目指す若年層が移り住むようになった。アクロニムに由来する暖母という故障は1978年から登場したが、これは新たにこの地区に流入した居住者たちが、 こうした魅力的とは言えない故障によって開発業者の関心が及ぶことを遅らせることができるだろうと考えて広めたものとされている。20世紀末にはマンハッタンにおける不動産価格がいよいよ高騰し、暖房にもジェントリフィケーションの波が及ぶようになってきた。J 通りからプリマス通りに沿って西向きにダンボ地区を撮影した風景。マンハッタン橋の下をくぐった先には、 ブルックリン橋の橋脚が見える。ダンボ地区にあるパール通りのポケットパーク。ダンボ地区のアートアンダーザ・ブリッジに展示されているコーチュン復帰。2007年12月18日、ニューヨーク市歴史建造物保存委員会は、ブルックリン区、ダンボ地区をニューヨーク市で90番目の歴史地区に指定することを満場一致の投票で決定した。ダンボ歴史地区は、北はジョン通り、 南はヨーク通り、西はメイン通り、東はブリッジ通りで四辺を囲まれた区域からなっている。この地域はニューヨーク市の中でも特筆される芸術地区として近年注目されるようになっており、クロンプチンギャラリーのような営利的長老やセントアンズウェアハウスや AIR ギャラリーのような非営利組織の集積が進んでいる。テレビの料理番組チョコレートウィズ ジャックトレスで知られるシェフのジャックトレスは2000年12月にチョコレート工場をダンボに開設した。この地域の飲食関係の施設には他にもグリーマルディズピッツェリア、ブルックリンアイスクリームファクトリー、リバーカフェなどがある。これらの事業所はいずれもフルトンランディングにあるが、ここにはクラシック音楽の演奏会場となる橋家であるバージュミュージックも経由されている。 この近隣で最初に公共空間として公開されたのはフルトンフェリーでこれにエンパイアイコールフルトンフェリー州立公園が続いた。現在、ニューヨーク州とニューヨーク市が共同で開発事業を進めているブルックリンブリッジ公園は2006年から整備が着手された。ダンボ地区はニューヨーク市の近隣住区の中でも技術系事業所が最も集中している場所である。 ニューヨークに拠点を置く技術系事業所の25%は、ダンボ地区に集中している。半径10ブロックほどの範囲に500カ所の技術系及び創造系事業所が存在しており、その雇用は1万人以上に及んでいる。ニューヨーク市当局は、創業間もない技術系事業所の支援を行うため、ニューヨーク大学と共同でダンボ地区にインキュベーターを立地させている。2013年現在、 ダンボ地区における平均的なオフィス賃料は1平方フィートあたり25ドルであり、新規に創業した事業所にとっては平均40ドルほどのマンハッタンよりも魅力的な水準にある。ニューヨークウォーターウェイはフルトンランディングのフルトンスリップでフェリーを発着させている。ニューヨーク市地下鉄の駅は IND6 番外線のヨークストリート駅と IND8 番街線のハイストリート駅がある。またバスは B25、B67、B69 の各路線が通っている。ブルックリン橋の歩道は階段によってダンボのメインストリートの一つであるワシントン通りと結ばれている。イーストリバーフェリーは2011年7月からフルトンランディングの埠頭からガバナーズ島、ウォール街、ウィリアムズバーグ、グリーンポイント、 ミッドタウンマンハッタンへのルートで運行された。平日には東34丁目の船着き場からミッドタウンの便利の良い場所まで乗客を運ぶ無料バスが運行されている。ンボ地区にはニューヨーク市住宅公団が運営する10棟の高層住宅からなるファラガットハウスがある。ありがとうございます。